ドーナシュロディエン伯爵クリストフ・クリストフ2ドーナシュロディエン1713年クリストフ・ブルク・グラーフーンとグラーフ2ドーナシュロディエンはブランデンブルク・プロイセンの貴族将軍外交官不評大将、白伯及び伯爵南仏オランジ公領の総督を務めたフリードリヒホンドーナ伯爵とそのフランス人の妻エスペランスデュ ピュイドー・モンブルン・フェラシエールの間の息子として生まれた。兄のアレクサンダーと共に、哲学者、ピエール・ウェールに教育を受け、1670年に、ブランデンブルク・プロイセン軍に、騎兵隊騎士として入隊した。1680年、ハンス・アルブレヒト・フォン・バーフース原帥機下の、アルト・プロイセン第4不評連帯所属の隊員に、任官し、1686年にはハンガリーにおいて、 大トルコ戦争に従軍した。1689年10月20日には、重視体を指揮する大佐に昇進し、1692年のフランスとの戦争では、ボン行為戦、フルールスの戦いなどに従軍した。1698年には、バルフース元水の指揮していた第四不評連隊の連隊朝食を引き継ぎ、同年8月20日に少将に任官した。同時に、 イギリスへの施設として派遣され、ロンドンでは除災なく振る舞って外交任務を成功させた。1699年11月3日に数密古文館会議の一員となった。1701年1月17日には創設されたばかりのクロアシ勲章を最も早くに授与された一人となった。最小のコルベフォン・バルテンブルク伯爵とは対立しており、 1704年からバルテンブルクの失脚までは宮廷から遠ざけられた。政界復帰後、1711年には神聖ローマ、皇帝カール6世の皇帝選出にはプロイセン王国施設として立ち会った。1713年3月28日にはプロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世によって不評大将に任じられた。ドーナシュロディエンは、 数密顧問館会議の国務委員会と軍事委員会で重きをなし、またプロイシッシュホラントの軍大官でもあった。1715年には、シュトラールズンと包囲戦に参加している。1716年2月10日、第四不評連隊長及びすべての役職を退いて、領地のシュロディエンに引退した。1690年11月18日に、デトモルトにおいて、お クリスティアン・アルブレヒト・フォン・ドーナ・伯爵の末娘で、重子にあたるフレーデ・マリーと結婚し、マニロク・ナンゴジョの11人の子女を設けた。うち、4男3女の7人が成人した。ドーナ・シュロディエンは、ラウジッツ地方に起源を持つ名門、ドーナ家の分子ドーナ・シュロディエン家の子祖である。生育した7人の子女は、以下の通りである。ウィキメディア・コモンズには、 クリストフ通ドーナシュロディエンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。